みんなで見るのと一人で見るのと全然違うの。大好きな人たちと一緒に見る空が一番綺麗なんだよ。そうですね、そう思います。私もそう思うわ。うん、綺麗なお星様、来てよかった。さて、そろそろ短冊書こうぜ。夜風も気持ちいいけど、当たりすぎるのも良くないしな。うん、体壊したら良くないよね。そういえば、なぜ短冊を書くのですか？江戸時代頃からの風習なんだって。昔は縫い物とか歌読みの上達を願ったそうよ。今は願い事なら何でもって感じね。月子、お前よく知ってるな。一緒に教えてもらったじゃない。こうってば忘れたの？あー、すまねえ、忘れた。月子さんも手ほどきを受けられたことがあるのですか？昔ね、その頃から体が弱かったから大して物にもならなかったけれど、でもこうより何かと覚えてはいるかな。こうってば術は使えるのに、知識とか霊感とかはからっきしだから、野生の血かしらね。それって遠回しに俺がバカだって言ってないか？なんだ、ちゃんとわかるんじゃない。まったく、だべってないで早く短冊書こうぜ。その頃のコウのことは後でもっとちゃんと教えてあげる。知りたいでしょ？いいえ、私は。遠慮しないで、妹になる人にはいろいろと知っておいてほしいし。あのそれは。行きましょう、これ以上コウにむくれられたら後で大変だしね。そうですね、行きましょう、月子さん。遅いぞ、二人とも。俺も帰っちまったぜ。仕方ないでしょ、女の子同士にはいろいろあるのよ。お前、まさか俺についてあることないこと適当に吹き込んでるんじゃないだろうな。サヨタンは真面目だから、何でも言われた通りに信じちまうんだぞ。あなたこそ、私についていろんなことを言わないでください。最近はちゃんとそれくらいの判別はつきます。大丈夫よ、嘘は言ってないから。ともかく、これお願い事か。こうはなんて書いたの？俺はみんなとまたこうして星が見れますようにって書いた。月子がこうして元気でいて、さよたんもいて、めいちゃんもいて、ずっとみんなでいられたらなってな。どうしてそこで可愛い彼女ができますようにって書かないのかな、こうは。そう思わない？そんなことを言われましても。だいたい隣にさよさんみたいな可愛い人がいるのに、どうしてこうなのかしら。でも、もうさよお姉ちゃんが隣にいるからっていう見方もできるんじゃないかな。うん、これは一本取られました。それなら確かにまた一緒によね。どうしてそうなりますか。それにそれだと光太郎さんがこの場の全員に化粧していることになります。そんな節だらは許されません。そうですね、そうなりますね。さ
すがに三人いっぺんは人として問題ありね。で、どうしたの、こう、そんな疲れ切った顔で。月か、お前心底楽しんでるだろう。ごめんごめん、同年代の人とこうやって話すのってあんまりないから、つい悪乗りしちゃったわ。まったく、楽しんでくれてるのはいいんだけどな。じゃあ短冊書いちゃおう。そうですね。私はとりあえず、コウがもう熱を出さないように、コウが元気になりますようにと。なんか同じことなんじゃねえか。何よ、こないだ病院まで来てたの、心配はしてるのよ。それにコウも私が元気でいられますようにって、そういう意味も込めてくれたんでしょ。だったらおあいこよ。まあいいか。さよたんは？私はコウタロウさんと同じにしました。また今日みたいに星が見たいから。そう思うよな、今日の星空本当に綺麗だから。私は念願成就なのです。なんかすごいオーソドックスだな。ある意味一番贅沢なお願いかもね。私の一番大切なお願い事は自分では言葉にできないの。言葉にしたらどこかに抜け落ちちゃうから、こうやって書くの。とても理にかなっていると思います。良い願い事ですよ。ただいまより校庭にてキャンプファイヤーを開始します。参加の方は校庭にお集まりください。やべえ、もう始まんのか。キャンプファイヤー？何ですか？行ってから説明してやるよ。行こうぜ。はい、行きましょう。あのかがり火は？あれがキャンプファイヤー。あの火を囲んでみんなで踊るのさ。形式的には収穫祭や冬至の祭りと同じ。でも誰も祭主がいないところを見ると、古い自然発生型のそれをそのまま残して。結局お祭りはお祭りってことよ。心の安らぎと日々の暮らしのための節目節目のご褒美の日。人はどれだけ生きても変わらない。その美しさもたくましさも醜ささえも変わらずに、ただ生きて生きてここにあるのよ。間違いもあるし、行き過ぎもある。でも、人は必死に生きて。だからこそ、その生は眩しい。太陽のように。月子さん？なんてね。ちょっと哲学かな。病院にいるとね、そういうことを時々考えちゃうのよね。月子さん。おい、何してんだ？行くぞ。わかったわよ、子。もうせっかちなんだから。行きましょう、さよさん。あ、はい。お兄ちゃんは誰と踊るの？このスタイルのダンスだと最後までパートナーチェンジはないんだよな。
こういうのは記念だし、とりあえず踊った方がいいと思うんだ。どうする？あの私はどのように踊ればいいのか分かりませんし。私は残念だけど、ちょっと体力的にやめておくわ。でも月子さんは滅多にない機会なのですから、踊られても良いのでは。私よりさよさんが踊った方がいいわよ。こうならちゃんとリードしてくれるから。やはりこのような場合は気心の知れた同士の方が良いと思うのです。私ばっかりだとこうのために良くないから、ここはこうのためと思って。でも始まっちまったぞ。あれ、まずは踊り始めないと、周りもしらけちまうしな。わかりました。思ったよりお似合いかな。そうですね。ここだと邪魔になるから、あちらの方へ行きましょう。見物も結構楽しいから。はい。はあ、楽しかった。こんなの久しぶり。お体の方はいかがですか？大丈夫よ。さっきはああ言ったけれど、これくらいならね。それにしてもこう上手に踊ってるわね。どこで覚えたんだろう。私もお世話になっているところで、礼儀作法などの訓練を受けているそうです。おそらくそれで。そっか。私の知らないところでこう本当に頑張ってるんだ。月子さん。何？さよさん。月子さんは光太郎さんとどういうご縁なのですか？妹さんとか幼なじみとは伺ってますが。一言で言うのは難しいかな。私はもともと新兄か光のどちらかの許嫁としておじい様に連れられてきたの。許嫁ですか？昔の約束だけどね。そうやって久我のうちに来たのは本当に子供の頃で、その時は許嫁ってこともよく分かってなかった。だから光とも新兄ともそんなに意識しないで遊んでたな。そのせいかしらね、光とは特に兄弟って気持ちの方が強くて、どうしても世話を焼いちゃうみたい。そういえばずっと不思議に思ってたのですが、どうして姉なのですか？だってどうしてもこうお兄さん扱いできなくて。こうは抵抗してるけれど、立場的にはどうあがいても弟だから。妹ではダメだからではなくて。
さよさん、あなた本当にコウのこと好きなのね。何を言うのですか。私はそういうことを話しているのではなくて、私にとってはそれが大切なの。コウのことをどれだけ大事に思ってくれるか、どういうふうに好きでいてくれるかが。コウのことをずっとずっと大事にし続けてくれる人がコウのそばにいてくれたらなっていつも思ってた。だから大切なことなの、コウのことを好きかどうかが。それはあなたではダメなのですか。私は病弱だし、それにそれは姉の役目でもないわ。だから。でもあなたが無理に姉であり続けなくても良いではありませんか。あなただって本当はダメよ。さよさん、こうには信任をなくした子には兄弟が必要なの。私は子の兄弟であり続けなきゃいけない。私にしかできないことだから。ですがそれは、それにね、それにね、私は自分の役回りに満足もしてるんだ。コウのことからかったり甘えてみたり、お姉さんじゃなきゃ絶対できないことたくさんあるもの。だからこれはこれでいいのよ。のことを気の流れが変わった。意外と資料集めも疲れるよな、と。さて、ここらでいいだろう、お客さん。俺を尾行しようって割には手口がずさんだな。訓練を受け直した方がいいぜ。もっともそんな暇は与えないがな。よくこれだけの数をこんな市街地で運用してのけるもんだ。この手の工作はお箱ってわけだ。
Thank you.